はい、おはようございます。バイナリーオプションスペシャリリストの半前川先生です。別のインジケーターなんですけども、今日は金曜日6月8日ですね。最高。コークはね、結構よく飲むんですよ、コークとかね。2ダース買っときましたけど、なくなっちゃったんでね。冷えたのが最高ですね。冷えたのが最高。それでですね、新しいね、インジケーターなんですけども、今までのインジケーターと違う、また新しいインジケーターを開発中です。でですね、今回、総合トータルのね、勝率っていうのは、ここに 49.8%、55% って出るんですけど、これは 53% に取ってるんですね。まあ、勝利中だからね、なんですけども、分析が終わった後ですね、1時間分ラインね、これ1分足なんだけど、の勝率が出るようになってます。ここですね、25.00% さ、25%。でですね、勝ったり負けたりサイクルがあるんですね。その時に、勝率が悪くなったら次稼ぎやすいよって1時間ですね。60本見てんです。60本を見ての勝率ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10だから。ね、6、2、3、4、5。ここら辺ですね。ここら辺の範囲で見て勝率が悪いと、ね。短い短期の勝率を見ることにしました。そうしますと 43% か 33%、今のね、状況 33% って言うと 25% って言ってるんですよ。このところの勝率、1時間短期のね、勝率が悪いんですね。総合のこの50、そこでは 56% であるけれども、これは 22% と、このね、1時間、ここ最近の1時間の勝率がこんな悪いんですよ。今、いろいろ調整してる、動いてるんで、まだ確定してませんけども。で、全体の勝率と、個々の1時間中のね、GBPJPY、上にある。比べてね、直時の今の状況を調べることにしました。そうするとね、勝率悪い時っていうのはさ、やっぱり次ね、長くはそんな続かないんですよ。で、この時間設定もちょっと調整するんですけども、どこにしたら1時間がいいか、30分前ぐらいまでがいいかっていろいろ考えるんですけど、1時間中勝率が悪ければ次の1時間は稼ぎやすいんじゃないかと。ね、今の勝率が1時間悪いわけでしょ、ね、勝ったら次の勝率がいいんじゃないかということで、今見てるのは、でね、これでね、これで、この勝率が悪いと取引するように。今の1時間、今までの1時間の勝率が悪かったら取引しようと。いうようなことの機能を入れたんですね。わかります?全体のこのラインの200ラインですね、取ってる。ね。200ったら約1日ちょっとなんですね。1日ちょっとの勝率と、今1時間の勝率を見ることにした、ね。今1時間勝率が悪いなという成績がね、悪い時は、取引する、させるんですね。次は取り、いいんじゃないかということでね。
で必ずやっぱりこの勝率はね 60% 以上このラインの長いところでは総合的にはいい勝率で今だけ悪いというねところ時間そういう敏感なね勝率を見ることにしました。GBPJPY 上にある。で、やっぱもう勝率割りというか勝てないんですね、その期間ね。それを一時ね、こっちでチェックしてね、投資するのは辛いんで、こういう60本ラインだけ、あのね、分析させる、ね、方法、測定器をつけました、この。これはまあ新しいバージョンじゃなくて、新しい別個の商品なんですけどね。そうしましたら、ね、インディケーターもシグナルもつけっぱなしでね、全部自動で、うまくシグナルをね、見つけて、稼いでくれるんじゃないかなということなんですね。上に、ある。左はテストでやってますけど、負けてますね、今ね。1万5000円ほど負けてますね、今ね、左からね。そういうふうにスランプの時、また上がっていくと思うんだけど、このスランプがきついと。ね。まああれだから2時間ぐらいにしようかな。ちょっとね、フロアも出すんで、2時間の方がいいな。2時間ぐらいはダメみたいだな。ね。2時間ぐらい悪いから2時間ぐらいにしと。はい、アンマ先生です。はい、それで今2時間調整しました。また再起動しましたけど、このパーセンテージね、まあ、2時間にしました。それでちょっとこう、カッコしてね、この何パーセント以下で取引するかっていうのを書いとかないといけない。60%、この横にしとくかな。ね、ちょっと記録しますので、ね。